2005年に開催された愛・地球博の会場でヒット曲雨の慕情を披露する八代さん。実は音楽以外の分野でも活躍、画家の登竜門とも言われる世界最古の美術展フランスのルーサロンで5年連続入選を果たし永久会員となったんです。もうお絵描き少女でした。ガパンぶら下げてガラガラと鉛筆に3本持って、はい、歌は命で、はい、絵は本当それを支える精神なんですよ。もうね、昔から歌を一生懸命やってコンサートで疲れてお家帰ってきてアトリエに入って絵を描いてました。八代亜紀さんゆかりの場所は名古屋にも。西区の星神社は縁結びや夫婦円満の神様を祭り、境内には名前にちなんだ星型の絵馬が並んでいます。社務所に入ると、八代亜紀さんの絵馬はこちらでございます。八代亜紀さん直筆の絵馬です。日本歌手協会の理事長を通じて奉納され、神社には三河健一さんや武田鉄矢さんなどスター30人の絵馬が飾られています。八代亜紀さん直筆の絵馬には世界の皆様が幸せでありますように星に願いをと平和への思いが込められていました。八代さんが、ね、亡くなられたという報道をですね、はい、この絵馬があることで余計に、ね、身近に感じましたね。私より、まあ、2歳3歳お姉さんなんですけどね、だから若い頃からの、まあ、一番の、ね、大スターということで一番ショックです。参拝客は誰でも見ることができる直筆の絵馬、今後も大切に飾られます。